こんにちは、サードプレイスのゆうなです。今回はサードプレイスのイケメン2人をメイズメイク、かっこよくしていきたいと思います。はい、つい先日、クロップスタイルっていうスタイルプラスゆるパン、今流行ってますよね。そのゆるパンに2人でお揃いでしたっていう、すごい仲いいスタッフです。はい、そんなスタッフをかっこよくよりしていきたいと思いますので、最後までご覧ください。それでは用意スタート。皆さんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。かっこよくしていきますね。かっこよくしてください。任せてください。かっこよくですね。かっこよく、かっこよくですね。かっこよく男前に元がいいからね。クロップ男子、かっこよくしていきます。お願いします、うん、そうですね、だんだん仮面ライダーみたいになってきましたね。ウルトラマンかな。ケイさん起きてますか。うん、間違いない。何が間違いないんですか。間違いなく起きてる。間違いなく寝てる。間違いなく起きてる。髪型かっこいいですね。よく言われます。なんていうスタイルなんですか。濡れパンです。濡れパンです。濡れパンフェードです。濡れパンフェードです。絶対声かけられる。起きてます。うん。絶対今寝てます。うん。一回ちょっと目開けてもらっていいですか。かっこいい、かっこいいすぎて可愛いってことです。上向いてもらってもいいですか。あと目開けたまま上向いてもらって。そうです。レディはね、これ毎日やってるんですよ。違いますね。ねえ、レディは毎日やってますよね。無理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 ですか。じゃあ言うべきで。いけますって。レディはやってる。目を上げたまま上向いとくんですよ。はい、目を開けて上を向いとく。はい、ちょっともう一回やってみて。早く早く。目を開けて、目を開けて上を向く。ああ無理。かっこいいね。え、かわいい、かっこいいやろ。かっこいいです、うん、間違った、危ない。全然ちゃうわ。そうですね、全然ちゃうから。仕上げにすごい目力がやっぱすごいアクション。仕上げにちょっとよりかっこよくなるパウダーつけます、うん、お願いします。ちょっと目つぶっといてもらって。仕上がりどうですか。いいですね。いや、めっちゃかっこいいです。いや、決まってますね。ありがとうございます。ありがとうございます。後で鏡見せますね。はい、どうも、こんにちは。こんにちは。今日、いつもより男前でしょ。すごいですね。今日、ちょっと言うのにね、覚悟してもらった男前に。すごいですね。すごいです。ヒロシさん、お疲れ様です。すみません、鏡見ました。もう見てない。見てないんですか、うん、見た方がいいですよ。あれ、何これ。え、今日イケメンメイク朝。これちょっとイケメン、これイケメンじゃないよね。え、そうですか。ちょっとメガネ外してちゃんと見てください、顔全体。いや、メガネ見えてきた。どうですか、どうですか、うん、めっちゃイケメンじゃないですか。めっちゃ恥ずかしいねんけど。どうですか。はい、
ではよろしくお願いします。お願いします。次は下川さんをイケメンにかっこよくしていきます。ヒロさん準備はいいですか？はい、お願いします、はい、かっこよくしていきますからね。私が思うかっこよく今の下川さん、これですね。こんな感じ。これです ね毛穴がね、やっぱり出てる。確かにもっと男前に。はい、できた。おー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 おおおお、大胆ですね。やっぱりね、勢いよくつけることが大事。あ、勉強になります。なるほど、結構力強いですね。こういうね、あの突起したところとかもしっかりこうやっぱり埋めていってあげる。こういう埋める作業が大事なんですね。そうです、やっぱりね、あの、デコボコは埋めた方がいい。うん、眉毛って本当大事で、この毛と毛の間を埋める、毛と毛の間を埋める。あー、ほんまや、ちょっとほんまはっきりしてきたね。あ、それあ、こう、あえてこうなるほど勉強になります。何ですか？いや、あの、2021年やっぱり、そうですね、あの流行りっすね。そうなんですよ、やっぱり。SS? SS? ちょっと流行ってるんで。いいな。いや、楽しすぎてちょっと笑いがね。え、かっこよくなってますか？間違いない。かっこよくにしかなってないで。ね、これで。確かに。かっこいい。ちょっとね、あの、やっぱり眉毛も濃さがね、毛の濃さが、ちょっと濃すぎたから大丈夫ですか、カメラマンさん？いや、うん、ちょうどいいと思う。結構ね、こう毛が毛が濃いんで。いいな、俺も やりたい。ちょっとね、こう、やっぱ健康的な色を使っていきたいんで、ちょっと毛てるんちゃうかな。かっこいい、ね、で、ここでやっぱより、あ、まっすぐ寝といてもらっていいですか？お願いします。すいません、ちょっと雑げ。やっぱりあの目力大事だと思うんで、目力をね、ここグッと、ちょっと失礼します。ここもね、こう。あー、なるほど。あ、それ本当にワンポイント、うん、それもワンポイント、うん、大事大事。なるほど。最近流行ってんのが、より目力をつけるっていうのと、やっぱ目元に男性も女性も花があった方がいいので、この辺にちょっとね、白のラインをね、いい、こう入れますね。で、下川さんは二重メンズなんで、二重幅ぐらいのところにこう入れて、目を開いたときに一回目開いていただいて、あの、すごくすごく、あの、強そうにね、あの、見える。ああ。男性は、男性はやっぱりこう入れてあげるだけで、ちょっとほんのちょっとね、入れすぎたらあんまりにもちょっと可愛くなっちゃうので、やっぱかっこよく仕上げたいっていう目標がね、あるので、かっこよく仕上げたいっていう目標があるので、ここはあまり入れすぎず。眉毛ってやっぱりこう男性キリッとしたいって方多くないですか？そう、今が流行りですもんね。ね。で、こう縁取ってあげるだけで、ね、眉毛のこのキリッと感が全然違ってくる。どうしました、ヒロさん？笑ってます？かっこよすぎて。いや、やりたい。やりたいですか？覚えましょう。どうしました？かっこいいでしょ。やっぱり笑いすぎでしょ。これで、
下川さんのメンズメイク完成です。まだねちょっと下川さんは鏡見てないんで、うんうん、はい、ちょっと後でね、めっちゃかっこいい、かっこいいでしょ。やっぱ眉毛がキリッてすることですごくいい、すごい目力もついてかっこいいっていうの、ちょっと下川さんカメラ目線で決め顔したので、どうですか、すごくかっこいいと思います、うん、はい、あ、お疲れ様でした、お疲れ様でした、いい感じになりましたね、ありがとうございます。シモさんもめちゃめちゃいい感じですね。あ、ありがとうございます。クロップですか、神さ神、はい、同じ感じでって今日オーダーいただいたんで、そうですね、いい感じになります。まあ、神とも顔も、はい、顔もですか、はい、あ、顔もですか、はい、男前とか上がってますよ。本当ですか、はい、あ、いや、もともと男前ですけどね。あ、ありがとうございます、うん、今日ちょっとね、あれなんですよ、朝メイクしてもらって、いや、はい、だからか、そうなんですよ、今日はあの鏡は見ないでくださいって言われてるので、うんうん、あの自分の顔は見てないんですけど、うん、あのそう、ちょっと眉毛とかキリッとしててかっこいいですよって今日一日よく言われましたね、うん、めっちゃかっこいい、はい、そうなん、最先端ですね、最先端だ、最先端です、最先端ですね、やっぱメンズメイクはそうじゃないと、確かにね、うん、まだちょっと、ね、うん、まだちょっと時代は追いついてないかもしれないですけどね。そうですね。メイク終了しました。いやね、実は、まあ、メンズメイクをすると言いながら、この私が真面目にやるわけがないですよね。うん、見てください、でも。こんだけ濃い歌舞伎みたいなメイクしても、2人決めてらっしゃいます。やっぱり目力もね、強いです。サードプレイスの下川さんとヒロさん、かっこよくなったでしょうか。うんうん、ありがとうございます。こんなサードプレイスね、普段はね真面目にバリバリ仕事してるんですが、今回はちょっとね面白おかしくメイクをしてみました。はい、サードプレイスでは、こんなね愉快な仲間たちと、あとねもう一人イシトビマネージャーとアシスタントのタラちゃんと私とこの5人でね、その見学待ってますので、どしどし応募ください。待ってるよ、待ってるよ。普段はこんなメイクしてないですからね、よりかっこいい下川さんとひろしさんがお迎えしますので、待ってるよ、待ってます。はい、また、この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします、お願いします。はい、インスタグラムとかもやってるのでぜひチェックしてみてください。お願いします、はい、お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。